トラちゃんウィズバリアフリー。皆さんこんにちは、トラちゃんこと下松トラユキです。今日は、これは、昨年の今頃もご紹介したと思いますけれども、テルミーという視覚障害の子どもたちも楽しめる手で見る学習絵本です。今月それから来月はクリスマスやお正月と、子どもたちにとってとても楽しい時期がやってきます。そこで今日はこのテルミ、隔月発行ですけれども、その12月号と1月号の中からいくつかを紹介しながら、私も童心に戻って触って楽しみたいと思います。テルミの、絵と展示は発泡印刷という、熱を加えると盛り上がる特殊な印刷技術で作られておりますので、しっかりと触ることができます。そして、文章は墨字といいますか、活字が上に、それから点字を下にというふうに二段構成で作られておりますので、読者層の対象は小学校の中学年程度ということだそうですけれども、視覚に障害のない子どもであるとか、だから家族も一緒に楽しむことができます。それでは早速この12月1月号を見てみましょうと言いますか、触ってみましょう。まず表紙です。手で見る学習絵本テルミと一番上に書いてあります。それから羽子板と羽と書いてあります。これが羽子板なんでしょうね。私は羽子板羽根付きしたことがないので分かりませんけれども、おそらくこれ、ここが 下の方が手で持つところでしょう。それから横に羽と書いてあります。それからこの表紙の一番下に、羽根付きには厄を打ち払う意味もありますというふうに書いてあります。さすが、正月の、正月を意識した表紙ということが、伺えます。ページを開けますと見開きでなっています。左の一番上にクリスマスツリーの飾り迷路ということで、迷子どうもテーマを変えて迷路が掲載されているようです。子どもたちにも人気があるんでしょうかね。まあ、これは今日の動画の最後に、挑戦したいと思います。次に来年の干支が辰ですので、この辰のことについて、紹介してあります。文章がこういうふうに書いてあります。2024年の干支は辰です。辰は十二支の中で唯一創造上の生き物で、竜とも呼ばれています。体は鱗に覆われ、頭には二本の角、口元には長いひげ、手足には鋭い爪、手には宝珠という何でも願いを叶える玉を持っていると言われています、というふうに非常に分かりやすい文章で書いてあります。この、内容を頭に入れながら、下にあるこの辰の、図を触ると、私もよく理解できるような気がします。見開きで左側の方が頭ですね。それから右のページの方が、これは尻尾なんですかねと思います。それで左側の頭の方にひげがあったり角があったりしてますね。それからこれが爪でしょうかね。それから鱗がずっと体いっぱい、右側の方に体が横たわっていますが、鱗があって、それから爪が体の方、足の方にも爪がありますよね。そして尻尾と、先ほどの文章を読んでいましたので、子どもたちも理解できるんじゃないかなと思っています。次は、正月飾りが文章と図で書かれています。正月に新しい年の福をもたらす神様を迎えるために玄関に飾るもので、地域によって様々です。ここでは主に関東地方で飾るものの意味を紹介しますというふうに書かれています。で、右側のページにその図があります。一番上に扇がこう立っているんでしょうね。その前にというか、下の方にというか、台々があって、
それでその下に裏次郎が敷かれていて、で一番下は、しめ縄が、用意されています。それでそのそれぞれの説明が、書いてありますので、ちょっとそれを読んでみます。扇、末広がりで繁栄や開運の意味。代々みかんの仲間、代々続く子孫繁栄の意味。裏白、シダという植物の仲間。裏も白い正直な心を表します、というふうに書いてあります。私も非常にこれは分かりやすい書き方だなというふうに思いました。次はこれは特に正月と関係ある内容ではないんですけれども、こういう見出しがあります。オーケストラの楽器第2回。第1回がですね、10月号11月号に、別の楽器が載っておりましたけれども、今回はこの、第2回としてクラリネットが掲載されております。最初に文章があります。木管楽器の一つで、一般的なものは長さ約 70cm、 重さ約 1kg です。マウスピースという吹き口から息を吹き入れ、両手でキーという金属の部分を操作して穴を押さえたり開いたりして演奏します、というふうに書いてあって、ちょっと省略しますが、クライネットは5個のパーツに分けることができ、右の図の印がこうあるんですけど、展示で印もつけてあるんですけれども、の印の部分で外れます。手入れをしたり持ち運ぶのに便利ですと書いてある。それで右のページにクライネットがあります。実は私中学部、高等部と吹奏楽部に入っておりまして、ちょうどこのクライネットをしておりましたもんですから、触ってよくわかります。一番上にマウスピースがあって、2つ目は5センチぐらいのね、管があるんですよね。それから3つ目、4つ目のパーツがだいたい本体のようなもんです。長いです。それから一番下に朝顔があります。毎回、練習が終わったらこういうふうに5つにパーツに分けて、そしてケースの中に保存して、また次の日練習が始まるときにはケースを開けて、このパーツをそれぞれこういうふうに縦長に組み立てて練習を始めるという、毎日そういうクラブ活動をやっておりました。それじゃあ最後に、最初、紹介しましたクリスマスツリーの飾り迷路というのに挑戦したいと思います。こういうふうに書いてあります。最初、クリスマスツリーに飾るものを集めてゴールのツリーに飾ろう。関係ないものは行き止まりだよ、というふうに書いてあります。見開きで左のページから始まって、多分右のページで終わってるんだろうと思います。スタートから行きます。スタートから右に行って、下に降りて、左に行って、下に降りて、右に行って、上に上がって、右に行ったところで箱がありました。スターと書いてあります。スターの絵がここにありまして、その箱の、下の右側の方から迷路に行く通路があります。それを言ってみますと、下に降りていって、左行って、上に行って、左行ったところ道が2つに分かれています。そのまま横に行く道と、それから下の方に降りていく道があります。まあ、どっちに横に行ってみましょうかね。左の横に行ってみると、ずっと横に行って、下に降りて、あ、鏡餅、そこに書いてありました。これダメですね。行き止まりになってるんでしょうね。はい、迷路に行く通路は開いておりません。元にまた戻ってみましょう。それで、下に今度は行ってみます。下に降りて、左斜め下に降りて、それで左側に行って、下に降りて、右に行って、上に上がって、あ、ここにありましたね、ベル。あ、ベルもこれいりますから、ツリーでね。どっか通路があると思います。あ、右下の隅に通路があります。はい、先に進みます。
右下からずっと右の、あ、もう見開きの右のページに行きました。右に行って左に行って上に多少上がって右に行って左に行ってまたここも上に行く方と横に行く方がですね分かれています。さっき横に行って行き詰まったので今度は上に上がってみましょう。上に上がってそれから右に行ってずっと上に上がって左に行ってそれからまた上に上がって右に行って、あ、靴下がありました。靴下はいるんでしょうね、これね。ちょうど一番下の真ん中のところに通路があります。通路を今度は下に降りていって右に行って下に降りて左に行って、あ、ゴールがありました。ゴールの絵があったところにたどり着きましたから、これで終了と。こんな風にですね、あの子供たち非常に楽しくやってるんじゃないかと思います。実はこの次のページにもですね、メールがありまして、これは年末大掃除メールと、まあこれはもう今日はやりませんけれども、やっぱり結構あの子供たち楽しんでやってるんじゃなかろうかなと思いました。ということで、今日はテルミの12月1月号の中からいくつかを紹介して、視覚障害者が展示とともに絵を触って楽しんだり知識を得たり、視覚に障害のない方と一緒に楽しんだり、するこういうような雑誌もありますよということで紹介をさせていただきました。どうぞ、ご家族やお知り合いに視覚障害児のいる方、あるいはいない方ももちろん結構ですけれども、興味のおありの方はお住まいの地域の展示図書館や公共図書館などにお尋ねになって楽しんでみられてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。トラちゃんでした。